はい、来ました。美しい。いちごのティラミスなんですけど。こんにちは、はらぺこ全図姉のかこと妹のあこです。今回大阪北エリアで6つのホテルが共同で行っているランチ企画があるんですけど、前回私たちね、すでにもう3店舗味巡りのねキャンペーンに参加してきたんですけど、すごいよかった。もう本当に美味しかった。どのホテルも最高、うん、でスタンプをね3つ貯めたので、4軒目から6軒目にスタンプをね貯めたら、いちごのねデザート券をいただけるということで、そちらも今回は使いたいと思います。そう、この企画も3月31日までやっているので、皆さんぜひ参加してみてください。うん、今来ているのは阪急大阪梅田駅茶屋町口から徒歩約3分、ホテル阪急インターナショナルレストラン&スカイバンケットソラメンテさんにやってきています。イエーイ。それではレストラン&スカイバンケットソラメンテに行こう行こう。はい、来ました。うわー、すごい美しい、ね、ちょっともう早速いただきたいと思います。いただきます。わーい、じゃあ早速オードブルバリエからいきましょう。サーモンのマリネ、ちょっといくら様でした。うん、中にジャガイモが、うん、ペースト状のジャガイモがマッシュされたペーストの、うわ美味しい、超美味しいな。うん、うん、イクラの食器もいいね。これ燻製鶏肉、燻製サラダ、ちょっと肉だけで、ね、肉と野菜一緒に食べちゃう。うん、うん、わっ、スモーク感すごい、うん、しっかり燻製されて、うん、しかも鶏肉のしっとり柔らか、うん、パパギス終わるんやんね。そう、切ってドライフルーツと一緒に食べる。上品すぎて震える、ね、何この滑らかな舌触り、滑らかなパイ生地サクサク、うん、ドライフルーツの程よい酸味もめちゃくちゃ合う、うん、こんな綺麗なソーリンってアサリから失礼して。うん、甘い、甘いけど魚介の旨味がぎっしり入っとる、スイーツみたい。うん、サワラの、うん、うわすごいさっぱりしたソース。サワラがしっとりして、ちゃんとねサワラの旨味もあるんやけど、上に山芋で、うん、トロトロした食感があって、でもソースが柚子のソース、柚子の香りがすごいめちゃめちゃ合う。おいしい、桜エビおいしい、うん、牛肉のローストグリル煮込みの、牛肉からにしよう。うん、うわ、柔らかい、うん、うん、ソースも玉ねぎの甘いソースで、え、めっちゃ美味しい、たけのこ、うん、うん、たけのことじゃがいも、うん、めちゃくちゃ食感いい。はい、メニュー一旦完食です。次は待ちに待ったデザートで す。はい、デザートをやってきました。こちらのデザートはですね、前回の動画で3店舗回りましてスタンプをいただきましたので、そちらのスタンプとこちらのいちごデザート券を交換いたしまして無料です。こんな素敵なデザートが、うわ、めちゃくちゃ美味しそう、芸術的すぎて、よくしよう。ふわふわなんやけど、ほんとムースとアイスの間っていうか、うん、シャーベットでもあるし、冷たくてでも酸味があって、ホワイトチョコもめっちゃ美味しい、うん、うわ美味しい。メレンゲって美味しいよね。美味しい、ふわふわカリカリ。最後の一口、
ごちそうさまでした。いや前菜からなんかもう本当に芸術的な、うん、美味しさ、目が幸福、うん、本当にメインでお魚料理もあるのに、うん、お肉料理もあって、しかもそのお肉料理も2種類あって、うんうんうん、その2種類が楽しめるっていうのがすごいなって、うんうん、いいね。本当にこれ最初から最後まで美味しかったですね、うん、最高。そしてこちら4つ目のスタンプもいただきました。イエーイ。続いてはホテルグランビア大阪なにわ食祭ひづくさにやってきました。こちらはですね、阪急大阪梅田駅から徒歩7分の場所にあります。こちらの一押しメニューが牛肉春菜鍋ということで、うわ楽しみ、楽しみです。もうどんなお鍋か早速行ってみようと思います。それではなにわ食祭しずくに行こう行こう。はい、はい、来ました。すごい、もうちょっと冷めうちにね、うん、では早速いただきます。あ美味しそう。ちょっとお作りからいただきましょう。もっちもち、うん、ちょっとチーズの香りさえするというか、さっき牛乳で作られてますっておっしゃってたんですけど、すごいなんかもうミルクを通り越してチーズのようなコクが出てる、うん、もっちもち美味しい。わさびすごい、うん、おひたし、おひたしをいただきましょう。ほうれん草、うん、優しいお出汁の香りと鰹節の、うん、旨味。うわ、ほんと出汁が美味しい。うん、お出汁美味しい。うん、じゃあこっちのお作り、うん、タイのお作り、ちょっと最初はこの、うん、何もなしタイだけでね。お水、うん、え、タイってこんなに脂取るの？え、なんか白身魚でさ、淡白なイメージだけどさ、ちょっと程よい脂が乗っとってさ、うん、すごい口の中でとろける。いや、この皮と一緒に全部乗せようかって。うん、いびきされた皮はどうですか？弾力が違うから全然違う。牛肉春菜鍋、写真撮ってこれだけ。すごい美味しそうだね。うわぁ、ここでミニ鍋作ろう。すき焼き風でさ、ちょっと甘い、甘辛くて美味しい。うん、お野菜もすごいよ、ネギが。うん、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 ごぼう。こんなにお野菜も食べれるのにさ、こんなにお肉もいただいていいのかっていうレベルの内容の鍋をしている。セリめっちゃ美味しい。思い出した？うん、うん、セリは揚げがした。うん、セリの味好きやから。うん、ちりめんじゃことご飯食べていい？どうぞ。うわー、絶対美味しい。召し上がれ。美味しい？うん、ごはんこの5合ぐらい食べたい、うん、一生いけるよ、うん、はい、完食しました。美味しかった、美味しかった。幸せする、幸せするけど、まあ、デザートがあります、うん、はい、デザートが来ました。すごい、このなんかモダンなおしゃれな感じ。ちょっとこちら容器まで割っていきましょう。うわ、こちらね、なんと写真を撮って SNS に投稿すると500円のところなんと300円になります。ということで早速撮りましょう。嬉しいキャンペーン、これね、ちゃんと綺麗に撮ってね、 SNS にね更新しましょう。撮るよ。すごい。じゃあアイスと、うん、このココナッツとミルク、うん、え、おいしい、おいしい。本当にココナッツの香りと甘みもしっかりするけど、牛乳で割ってやることによって、うん、濃厚さもある、うん、白玉、うんうん、最後の一口、うん、これは締めるだろうな、はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。春をテーマにしたお料理っていうだけあって、本当に春を楽しめた。もう
もうお鍋のお肉がすごいもうドーンと入っとって、ね、その中にお野菜もちゃんと入っとって、ね、迫力がすごい、ね、豪華、すごい豪華やった、うんうん、じゃじゃーん。そしてなんとスタンプが5個貯まりました。次はラスト1店舗行きたいと思います。最後に阪急大阪梅田駅から約徒歩5分、ホテル阪急レスパイア大阪イタリアンダイニンググリリアートクオッカさんにやってきました。わ、いよいよ最後の6店舗目となりましたが、いやもうお楽しみですよ、ね、またそう、6個なのでね、6個です、報告していきたいと思います。それではイタリアンダイニンググリリアートクオッカさんに行こう行こう。はい、来ました。わすごい、待ちきれないので、では早速いただきます。何から食べる？前菜5種。前菜5種からナイフとフォークで、ナイフとフォークでいきましょう。どれがどれとかある？うわ、ちょっとこれピスタチオが中に入ってるっていう、テリーヌ。うわ、すごい、キャベツまである、うん、私全部ちゃんと乗せる。ほんと？マスタードも、うん、肉肉しさの中にほんのり甘みがあって、うん、ちょっとした塩分と、あとこのキャベツの酸味がめちゃくちゃいい。いいね、さっぱりする、うん、うわ、柔らか、めちゃめちゃしっとり。待って、これお魚嫌いな人概念変わると思うんだけど、うん、オリーブオイルですっきりしとるんやけど、そこにこのなんかラディッシュのさ食感とか、うん、美味しい。もちもちしとる、うん、もっちりしとるよね、うん、すごい。このもちもちパスタを混ぜ、ちゃんと混ぜていかない、え、混ぜやんと、うん、生ハムの香りもしっかりする。ちょっとお魚、うん、おいしい、うん、平打ちの太麺もおいしい、パスタもめっちゃおいしいよね、うん、小麦粉感がすごい、うん、いや楽しみなメインディッシュです。え、でも断面どうなってんのやろ、気になるな。柔らかい、意味が分からんぐらい柔らかい。うわ、中の柔らかさが異次元、すごい。え、待って、このわさびソースも、あ、そうだ、つけて食べてみる。いっぱいつけよう。正解ですか？もう最高。めっちゃ美味しい。うん、わ、これ歯いらんで、本当に、うん、メイン完食しました。美味しかった。最後の、本当に最後の最後のデザートです。はい、最後のスイーツが来ました。え、こちらも美しい、いちごのティラミスなんですけど、見えますか、この層がね、素晴らしいです。うん、私いちごのティラミス人生で初めて食べたかもしれない、うん、いや、うん、めっちゃ美味しい。いちごの香りがしっかりするのに、ティラミスの味がする。いちごのティラミスって冷静に珍しいよね。うん、それにもここに加えて、でもこれコーティしたら氷やのかな。あ、待って、コーティしたも綺麗や。うん、練乳を入れるとさらに甘みが増すから、めちゃくちゃ美味しい。うん、最後の一口。ごちそうさまでした。美味しかった。え、お肉がもう人生で最強に柔らかかった牛タン、うん、お野菜も美味しかったし、付け合わせの美味しかった。もう前菜も5種類あったけど、どれも全部違って、うん、美味しかった。もうパスタも、もすごい美味しかったし、うん、菜の花とか使ってても春のお野菜がいっぱい楽しめたね。春を感じられる、うん、あと最後のこのデザートのいちごのティラミスも本当に美味しかった。美味しかった。
じゃじゃーん、なんとスタンプが6個貯まりました。イエーイ。そしてなんとね、この6個スタンプを貯めますと、こちらの味の春の味巡りランチお食事券がなんと6店舗ならどちらでも使えるという。そう、しかも5月31日まで。すごくない？6店舗ならどこでも使えるんやって。だから実質1食無料食べれるみたいなもんやで、ね。うん、6個集めたらこちらのお食事券がもらえますので、ぜひ皆さん参加してみてください。参加してね。この次の動画でも関西に行こう行こうと思ってもらえるような情報をお届けしたいと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それでは春の味巡りに行こう行こう。